ムービー1周年を迎えました。おめでとうございます皆様1年間ご視聴ありがとうございました。1年前山で撮ったのが最初でした。ワンダーウーマンかスパイダーマンだと思うんですけどね。両方だと思います今年はマドマーゼルにも山に来ていただいたんですよね。はい、行ってきました。綺麗でしたそう、だから今日はちょっと特別なビデオをしますよね。で、私はすっぴんなのにちょっと出させていただきましたいや、急遽ね、来ていただいたんですけど、お綺麗ですよ、そんな綺麗ですからちょっと自信ないけどじゃあまず、いろいろ気になる点を質問して、うん、ちょっとトークになれたらと思いますけど、はい、まずはもちろん、はい、まあ最初 YouTube ビデオを作るきっかけは何だったか、ちょっと気になりますよね、はい、私一人で黙々と映画を見てたんですよね。で、話すお友達がいないで、それで、まあ、YouTube を始めて好きなこと、映画のことを勝手に話し始めてとても嬉しいです。映画の話がから始まりましたよね、はい、それでノビノビムービーのおかげでまずマドマーゼルともそれでお友達になれたんですよね。その前から知り合いでしたけど、これほど映画が好きだと知らなかったんですよね。そうです、なんか結構そう考えると付き合いはちょっと、まあ、長いじゃ長いんですけど、でもお互い映画を見て話すのが好きだって知らなかったんですよね。そうなんですよね。で、私もすごい久しぶりにこの街に戻ったら急にもう偶然で再会してすごい自然に映画の話になってすごい話で盛り上がって、ある日ちょっとビデオ、あ、そう、 YouTube チャンネルをやってるんだけど見てて、まあ、早速参加していただきました出演してた、出るまどうだいいよYouTube を通じてもいろいろ友達ができました。ありがとうございます、はい、いろんな面白い話になってますよね。コメントとか私もコメント読んでます。あ、そうですか、うん、そう、コメント書きませんけど今朝もですね、そのコメントからいろいろ考えて映画を深く理解することができたんですよね。だからこんな風に映画のことを誰かと話せたら映画見るのがもっと楽しくなりますよね。そう、見る面がなんか自分の意見もあるんだけど、違う人の意見を受けて映画を見るのもすごい面白いと思いました、うん、そうで、その YouTube ビデオ1年間振り返ってどれが一番撮るの楽しかったとかありますかそうですね、一番楽しかったのはパリ映画散歩ですけれども、 あれ見る人少ないんですよね200人ぐらいしかもう行ってないから。熱が入ってたのはスターウォーズのネタバレ、それとかファントムストレートファントムストレートも見る人結構少ないんだったんですけども、うん、映画人気なかったんですでも多分スターウォーズのレビューは私の一番好きなやつだと思います。あ、そうですか。多分そう、すごいなんか順番がクリアで、で特にスターウォーズレビューたくさんある中で、あ、ちょっと特殊的な意見とか視線が入ってて、すごいなんかそう本当に違う面で見れるようになった気がします。あ、そうですか。あれもすごかった。夜中に急になんか思いついて、まあ、もうそれこそすっぴん寝ぼけたまんまビデオ撮った場面もあるんですよね、で あと他にやっぱ私もレビューを見て納得いかないのはありますが、特に一つベビードライバー、私もう完全にそのレビューを見てベビードライバーを見ましたよね。このレビューがなかったら多分見なかったと思います。で、まあ見る後悔はしてるまではないんですけど、本当に失礼しました。映画を見て納得いかないと思いました。失礼しました。いやいや、そういう視聴者の方もいらっしゃると思いますよね、まあ、かなり私の好みで選んでますから。
そう、うん、あ、そう、それも面白いかもしれません。なんかどのレビューに納得いかないとか。そうね、そういうのもあのぜひ皆さんコメントください。で、特にそう気になったのはレビュー、やってるレビューは必ず A、B、C まではあるんだけど、でもなんで嫌いだった映画のレビューをしないですか？映画見て嫌いなのもいっぱいあるんですけれども、あの映画見てがっかりして腹が立ってまたそれをレビューして嫌な気持ちになるのは嫌だからしたくないんですけどね。でも一回やってみますか？付き合ってくれます？やりたい。もう嫌いだった映画の話私嫌いな映画を見たら、うん、一番人と話したいんですよね、その後で。あ、なるほど。いろんな、はなんかその、うん、わからない友達に、うん、あわわわ言ってもうはっきりします。ご要望がありましたらぜひ下のコメント欄にお寄せください。例えば私あの短すぎるとか長すぎるとか早く喋りすぎるとかゆっくりすぎるとかもっと説明がいるとか、うん、あのそういうご要望があったらぜひコメントください、うん、今からまたあのしばらく忙しくなりますが、あの時間を見つけてビデオ続けたいと思います。またお付き合いくださいませ。マダムアゼルは今からアメリカ旅行行ってくるんですよね。はい、2週間初めて初アメリカです。ちょっと緊張してるんですけど、実はロサンゼルスとニューヨークへ行ってきます。だからもう両方ハリウッド、有名な人見れるかな。見れるといいですね。会いたい人は誰？やっぱアベンジャーズ。どうしてもクリス・エヴァンスとか会えたらロバート・ダウニー・ジュニア。ほらやっぱりアベンジャーズですよ。これから出る映画で特に楽しみにしてる映画ありますか？アクアマン、それからメイディン・ポピンズ、ボヘミアン・ラプソディ。あ、私もボヘミアン・ラプソディ、ボヘミアン・ラプソディはすごい楽しみにしてますみたいです。メイディン・ポピンズは恐れてます正直言って。もうオリジナルあまりにも好きで、最近のディズニーリメイクもまあそんなに。これ別物と思って、うん、エミリー・ブラントが好きなんで楽しみにしています。何より来年のアベンジャーズ。もうそれだけ、もうそこまで生き残って見たら死んでもいいって感じ。もう考えるだけでドキドキしてくるから、私も考えたくないアベンジャーズ。あれをどうやって修復するか、それが楽しみですよね。そう、不思議、あの、全く考えられません。ちょっと監督さんお願いします。なんか誰かが、出演者が言ってたよね、なんかまた予想外になるって。アベンジャーズ2は無理、また予想外だ。無理こんな感じですよね。こんな感じですね。ただまたあの今年も1年間よろしくお願いします。行きます。では皆様ありがとうございました。ありがとうございました。